北条佐根時は、鎌倉時代中期の武将。北条氏一門。金沢流北条氏の実質初代で、金沢佐根時とも。父は、北条佐根康。母は、天野正影の娘。北条佐根時を天福元年、十歳にして、おじで、特宗家当主、鎌倉幕府第三大執権の北条康時の、邸宅において、元服、絵星親も務めた康時から、 字の字を受けて、ネト時と名乗る。よく文略元年に出家した父から、小侍書別等を移譲される。若年を理由に、反対の声があったが、執権安時はそれを抑えて、サネト時を起用した。その頃、安時の子、時氏、時金が、相次いで創生し、安時の着村法上教授が、特捜家の家督を継ぐことになっており、安時は、教授の側近として、 同年齢の下げ時の育成を図ったのである。安時は二人に対し、両人相互に、水魚の思いをなさるべしと言い含めていた。以後三度にわたって、同職を務める。四大執権法上教授、五代法上時寄政権における側近として、引き付衆を務め、県庁五年には表情衆を務める。文英元年には、特捜家外籍の足立安森と共に、 エッソ頭人となり幕制に関わり、八大執権の北条と宗を補佐し、より哀愁にも加わった。文永の役の翌賢治元年には政務を引退し、六浦僧金沢に在住。蔵書を集めて、金沢文庫を創設する。翌賢治2年に死去、去年53。文化人としても知られ、妙行道の清原の高に支持して、法政や関石など学問を学び、 衆都の政村からは和歌など王朝文化を学ぶ。源の光行、近行不死が肯定した河地盆、源氏物語の注釈書を編纂する。また、実施されまさに当てた、訓会場も知られる。日付は、旧暦の記事を除く。ありがとうございます。